四所神社は、徳島県徳島市にある神社である。と、福島市民に参選定。四所神社の起源は、大道二年と言われている。徳島市中五社の一つ。古くは四所、明神、四所大明神と称し、現在でも、福島の明神さんとして親しまれている。三好市の国見山山頂にある、国見神社は、奥社であるという説がある。 また神社前にはこの地で育った小説家、雲の十三文学碑が建てられている。海府花ゆかりの神社としても知られる。昔、徳島市津田町の沖合に亀島と呼ばれる島が存在し、島内にある祠には二頭の鹿が飾られていた。ここに毎日お参りに訪れていた老夫婦の夢に神様が現れ、鹿の目が赤くなったら島が沈むので、鹿を連れて逃げなさいと言った。 この話を聞いた若者がいたずらで鹿の目を赤く塗ったため、老夫婦は急いで鹿を船に乗せて逃げた。しかしその晩、本当に大津葉が島を襲い島は沈んでしまった。その後、老夫婦は自分たちを救ってくれたのは鹿のおかげだと思い、鹿を神社に祀ったのが四所神社の起こりだと言われている。徳島新聞岡目磯伝説鹿津波から夫婦、守る。 ありがとうございます。